予想外にちょっと、分かる、いや、あの展開だけは想定してなかったんで、うん、まあ、自分がこうジャンル前になって先行するか、まあ、まあ、6番手以降になってワンチャンスでかますかっていう、まあ、茶番的にも前受けになった時点でもうその選択しかないと思って、そういう構え方だったんで、ちょっと3番手っていうのがあんまりいないんで、普段のレースで、そこからちょっとどうしようかなっていう感じで、ちょっとあれって、で髪は、まあ、後ろも来そうだったですし、前とも車間切れなかったですし、なんかちょっとその2コーナーとかが仕掛けられなかった、ちょっと神山さんにもビビっちゃって、ケイさん、ありがとうございました。ちょっとそこがまあレース内容だったり、そうですね、1着でもという、そうですね、ちょっとまくりの間合いも取れなかったですし、完全に踏み遅れというか、そのラインで決まり切らせて、らしく力を出していく感じになれなかったですね。そうですね、まあでもどういう展開でも対応できなきゃいけないんで、まあなんとか二次予選1着で準決なんで、はい、まあ G1 の準決をどう戦うかという、はい、はい、なんとか頑張りたいですけど、ちょっと内容連日ラインでうまく決めれてないので、いいですね、もったい出し切れるように、もったいないというか、申し訳ないというか、はい、また頑張ります。そうそう、ありがとうございました。